六家庭札幌本店ビル六家庭は北海道帯広市に本社のある製菓メーカー。企業名は六家庭製菓北海道を代表するメーカーの一つであるマルセイバターサンドをはじめとする菓子を製造・販売している。直営店などの店舗は北海道のみで展開しており、北海道うちの主要空港などでも商品を取り扱っている。 北海道外では通信販売で商品を購入することができるほか、百貨店で開催する物産展などで商品を販売することがある。各種社内制度が充実しており、従業員のワークライフバランス確保に向けての取り組みが評価されているほか、メセナや企業の社会的責任に積極的な企業であり、中札内美術村や六花の森、 六日分この運営などを行っているほか1960年相関の自動詩、サイロは毎月一回の発行を続けている。名称について、六花とは雪の結晶を表しており、社名を変更する際に、小田と吉郎が当時の東大寺館長であった清水君明に相談し、北海道を代表する菓子屋になるようにという願いを込め、 北海道の代名詞とも言える雪にちなんで名付けた。六花亭は、最上の原料を使うこと、地域に根ざしたストーリーや季節感を表していることで、六花亭らしさを商品にしている。そのため、十勝地方には豊富で良質な原料があるにも、かかわらず、十勝さんにはこだわっておらず、地元で最上のものがなければ、外から手に入れるものもある。小麦粉は、その一例であり、 マルセイバターサンドは北米から取り寄せた専用の粉を用いている。商品名やデザインに関しては、トカチの歴史、風土や先人の苦労を投影することを意識しており、マルセイバターサンドはヨダツトムさんが起こした、万世者が北海道で初めて商品化したバター、マルセイバターに由来しているほか、開拓時の苦闘を読んだヨダツトムさんの句、開墾の初めは、 歌と一つ鍋から名付けた一つ鍋、十勝平野をイメージする大平原などがある。また、六家庭の商品は十勝の人が日常を食べるおやつを作ることを常に意識しており、毎日おやつとして食べることができる価格帯を想定している。商品作りでも手作業の方が味が保たれる工程については機械化せずに言っている。蒸気商品はいわゆる土産菓子であり、 オンラインショップ等でも購入が可能である。これらとは別に、シュークリームやショートケーキなどの生菓子を直営店や百貨店の売り場で販売している。同民向けの安価で高品質な商品であるが、公式サイト上では一切紹介されず、通信販売も行っていない。六家庭成果は、1860年に秋田県出身の藩士、佐々木吉兵衛が、 箱館で創業した老舗であり、現在の千秋庵総本家が発祥となっている。その後、明治から昭和にかけて、のれん分けする形で、北海道内各地で千秋庵が誕生していった。1894年に小樽千秋庵が創業すると、1921年に小樽千秋庵から独立して、札幌千秋庵が創業した。そして、 1933年に札幌泉州庵の創業者、岡部式二の弟である岡部祐吉が独立し、帯広に札幌泉州庵帯広支店を創業したが、体調不良のため1937年に経営を老いの織田豊吉郎が引き継いだ。十勝では豆やビートといった原材料に恵まれていたことから、すでに伊豆や高野三郎、つゆつきなどの同業他社が多くて、 経営は苦戦していたが、1939年頃には、砂糖の大量購入が高を想し、価格等々精霊で砂糖が不足した他社をしのいで、地域一番店になった。第二次世界大戦のため、1943年に、小田豊吉郎が招集されると店舗は、開港者の売店となったほか、工場疎開によって、休業を余儀なくされた。1946年に、 小田と吉郎が帰還すると店の運営を再開し、戦後にカボチャまんじゅうなどの製造を開始した。1952年には、帯広市からの依頼によって、帯広会期70周年記念式典用の最中、一つ鍋を開発し、初のオリジナルヒット商品となった。以後は和菓子を中心に製造、販売していたが、次第に落農を生かした洋菓子を開発するようになった。 1963年にはマドレーヌの大平原が誕生した。1967年、小田豊志郎がヨーロッパへ視察研修へ行った際、視察先の菓子店でチョコレートが主力商品となっていることを目の当たりにし、日本でもチョコレートの時代が来ると感じた小田豊志郎が帰国後の翌年からチョコレートの製造を始めた。 白いチョコレートの製法を聞くと、北海道の雪のイメージにも合う、ということで、試行錯誤を重ねて、日本国内初となる、ホワイトチョコレートが誕生した。日本国有鉄道による、ディスカバージャパンのキャンペーンによって、広瀬愛国駅から、幸福駅への切符が、愛の国から幸福へとして、ブームになると、ホワイトチョコレートは、帯広を訪れた通称。 カニ族と呼ばれた若者たちなどから口コミで全国的に知られるようになった。他社でもホワイトチョコレートを販売するようになると、証券を札幌券など北海道内に拡大して展開しようとするが、すでにシヤキアン製菓などが店舗を構えていることなどから活動は狭められた。そこで1977年にシヤキアンののれを返上し、六家庭製菓と解明した。 六家庭への改名記念で発売したのが、マルセイバターサンドであり、これが大ヒット商品となり、販売網を拡大していった。1978年には、帯広工業団地に工場を建設した。1987年には、中札内村の白林約30ヘクタールを取得し、生果工場を中心に地域文化を醸成する地域開発計画を企画、立案した。 このプロジェクトは、坂本直行記念館開館を皮切りに、敷地内に美術館やレストランなどが点在している、中札内美術村、マルセイバターサンドの製造工場、六家庭中札内ファクトリーパークとその周辺をランドスケープした六家の森となって地域に根ざしている。2015年には、札幌市に六家庭札幌本店ビルが開業し、店舗やギャラリー、歌は、 ホール、吹きのトホールがあるほか、テナントとして、ヤマハミュージック札幌店などが入居している。六家庭成果では、1960年から従業員の心の健康診断を年2回実施しているほか、1991年から全施設の完全禁煙化を実施している。また、従業員のワークライフバランス実現に向けた取り組みが盛んであり、1989年から、 正社員や非正規雇用に関わらず、年次有給休,休暇100%取得を実現している。ほか、バースデー休暇やメモリアルデー休暇、自己計算のため最長2ヶ月までの高級制度、有給ではないが、従業員6人以上のグループ旅行に限って、旅費の8割を会社が助成する、社内旅行制度などの休暇制度を設けている。また、育児休業の取得を奨励して日常化しているほか、 2006年から社内託児施設、ゴロスケ保育園を設置している。各種社内制度に特色があり、一人一日一、情報では日々の雑感から職場への不満など、個人の思いを情報として会社に提供することを奨励している。提供された情報は日刊の社内新聞、6輪に実名で掲載している。年に1回社内公募が行われる。 高級利用制度では、書類選考によって選ばれた従業員に2週間から最長2ヶ月間の高級を与えている。また、法日外国人旅行の増加に対応するため、英語力育成制度を設けて、英語を勉強する従業員に補助金を支給している。店舗は直営店の他に、北海道うちの百貨店や、総合スーパースーパーマーケットなどにも出店している。 また、直営店には一部の店舗を除いて、喫茶室を併設しており、軽食などを提供している。帯広地区札幌、道地区白路地区朝日川、富良野地区函館地区六家庭のメセナは、1951年に、小田と吉郎が、十勝市長主催の経済セミナーで講師が語った、お菓子は、文化のバロメーターという言葉に感銘を受け、帯広の文化を織り込んだお菓子を作り、 文化の香りあふれる食生活づくりに役立ちたいという責任を感じたことから始まっている。1958年、小田と吉郎のもとに、福島県郡山市にある菓子店、柏屋が発行した子供の詩集、青い窓が届けられた。これに感動した小田と吉郎は、同じような詩を作れば、十勝の子供たちにも役立つのではと考え、 地元の学校の先生方による賛同と協力もあり、1960年に文化活動の第一歩となる児童詩・サイロ総刊号を発行した。表紙絵は画家、坂本直行によるものであり、小田豊志郎の依頼に、坂本は私は死ぬまで無償で描き続けるから、廃刊してはダメですよと述べており、亡くなる直前まで毎月の発行のために欠かさず、絵を描き続けた。 また、翌年から、坂本は、帯広先週案の放送誌のデザインを手掛けるようになり、現在の六花亭イコール花柄というイメージが出来上がった。なお、2010年からは、間野正美が表紙絵を描いている。創業50周年を迎えた1982年には、当時の帯広本店喫茶室にて、室内楽の演奏会と古典落語の寄せが模様され、 当初は1年間の記念事業とする予定であったが、周りから惜しむ声が多かったため継続することになった。現在、コンサートは、帯広本店は、マナシホールの他に、中札内美術村、マコマ内六家庭ホールや札幌本店、吹野の島ホールで開催している。1999年には、帯広で六家文庫を開設しており、 2004年には、まこまない六家庭ホール内に開設した。館内には、約8000冊の書籍を保管し、自由に閲覧できるようになっている。小田と吉郎記念基金は、小田と吉郎が現役を退く際に、今までの食を通しての街づくりと同じく、北海道の食文化の発展を願って寄与することを、目的に基金を設立した。2003年に、 北海道から特定非営利活動法人に認証された。小田豊志郎賞は、基金会員の推薦をもとに、北海道の食や食文化の発展に、功績のある個人団体を選考している。受賞者には、聖賞ブロンズ像と副賞を贈呈している。六家庭南式野球部は2004年の政府鑑賞健康保険全国南式野球大会で、初優勝しているほか、 北海道代表として出場した第69回国民体育大会で第3位第71回天皇支配全日本南式野球大会でベスト4になっている。元東北楽天ゴールデンイーグルスの神保隆博と加藤・正氏が選手登録している。六家庭ドルチェ・アンサンブルは定期演奏会や吹奏楽コンクールなどに参加している。かつては 女子アイスホッケーチーム、クシロベアーズのスポンサーとなっていたほか、サッカークラブ、六花亭、マルセーズ FC があった。ありがとうございます。